こんにちは、 SBFJ 利根川です。15時頃に仕事が終わったので板チョコアイスを投入して茨城県下妻市にある佐沼へ。今日は桜祭りの最終日ですが、利根川の目的は祭りは祭りでも釣り人のお祭りのっこみです。接岸しています。これはやってますね。やってますよ。時刻はもう5時を回っているので練り歩いて明日竿を出す場所を見定めます。よし、決めた。明日はここに出す。水位がどこまで来てるか分かりませんが、ここで出す。左には菜の花、右にも菜の花。多分ここに、あっちよりも菜の花が濃いんで菜の花畑すると思うんですよね。草もあるし、どうだろうな。まあ、やってみます。おはようございます。昨日行ってたところに入ろうと思います。両脇に菜の花があるところ、ここの間にこれはちょっと刈らせていただきます。ここで刈ります。私の台の周りで叩いてますね。釣り台を先にパパッと準備しちゃいましたが、やってます、やってます。ともつまりあの周りに大気がいるんじゃないかという私なりのあれなのでした。あれ、今の腹パンでした。腹パンの40ちょいでしたね。いやー、やっちゃうぜ。竿は経線機器を12尺にしようと思います。佐沼の美味しい水を水汲みバケツで確保。あそこから太陽が昇りますね。ちょっと正面から避けてるので眩しい。ほどほどか、ちょっと眩しいかな。でもいっぱい魚いますからやっていきます。コンパクトタオルを吸水吸水、よいしょ、よし。ゴミは必ず持ち帰りましょう。水を100、ぐる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 てんぐるぐる、よし、給水。この佐沼、ある程度決まった時期に田んぼのため農業用水として水を貯めます。一気に水が増えてヘラブナが接岸するわけなんですが、前日か釣りをしていた方とお話をした時、今年は水の増え方がすごく遅いと聞いていました。実際流れ込みの水路は川幅から考えるとすごく流れがゆったり、とはいえ一晩で10センチから20センチは増えるだろうなと思っていましたが、今日到着してびっくり。昨日の夕方と水深はほとんど変わっていませんでした。なので水深は50センチ程度、いやそれよりも下手すると水深がないくらい、まあ、もちろん場所によって水位も変わりますが、いやびっくりです。そうなんですよ。なんかでかいのも例えばいるんだなと思って、どずれ。いや水深これですよ。上のハリスが20センチ、重りと浮きの間が5センチ、浮きの長さを加味しても水深50センチもございません。ありがとうございました。あまりにも釣りにくかったので外通しの重りをつけてドボンに変更しました。もう早速魚が浮き、道糸に触れて糸ずれが起きました。左にずれちゃった。でもそれだけ魚がいるってことなので、この中の一匹でも下を向いてふっと餌を吸ってくれたらな。もうこんな感じで道糸に触れてくるので大変です。
大変ですが、この雰囲気大好きです。試しに一度おもりベタのドボンから普通におもりをつけた底ずれに戻してみましたが、やっぱり糸ずれが出やすくなってしまったので、どっしり待つのが正義かなと思います。まあ、水深があったりすれば別の対策もできますが、まあ最善の手かな。そんなことを思いつつ釣りをしていました。これはでもすれかな。あ、すれか、やっぱりそうだよなそうですね、引っかいちゃったや。だってそうですよな、すれだ、残念だ。あ、40ぐらいの子がすれました。ごめんなさい。よいしょ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。また船の人が一人二人今引っ張られてますね。腹減ってしょうがないのでフレンチトースト食ってきます。ハムフレンチトースト、後ろ側からいただきます。うん、普通、すごい普通。コロッケパン、めちゃくちゃうまい。コロッケパン、あ、コロッケ落ちた、コロッケ落ちた腹が満たされたのでじっくり待つも全く食わず、これは糸ずれなので見送りますよ。立ち上がって周りの様子を観察。朝は30センチちょいの小さめなヘラブナが多かったんですけど、日が昇ってから40センチ超えも混ざるようになってきました。それとお友達の本単位で数える推定60くらいのお魚も時々混ざります。引っかかってきたゴミを見ると卵がついてますね。やっぱりはたいてますね、産卵してますね。プチプチ、この辺に海ぶどうみたいなのが、あ、食べませんよ。これはまた水に戻すんです。来年もまた生まれてくれ。朝4時に到着してから5時過ぎに釣りを始め、時刻は8時を回ってしまいました。正直朝まずめが勝負かなと思っていたので、太陽が昇りきってしまったのが痛い。前回の藤井川では朝6時半の時点でサイズはともかくヘラブナが釣れていたので気持ち的には楽でした。いやー、これも引っ掛けだ。どんなのに、なんで背びれに引っかかるんですかね。もういや、すげえ大変です。ドボンなのにどうして背びれに擦れるのでしょうか。40ちょい、42、3
42、3の子が釣れました。ごめんなさい、釣れでございます。これもよいしょ、はい、ごめんなさいね。釣り座から立ち上がって床休めをしつつストレッチ、釣りを続けてはいますが、これぞ当たり、当たったという動きは一向に出せないまま10時半。お昼のおにぎり、おにぎりなのに春のパン祭りステッカー、さすがデイリー山崎のおにぎりです。おにぎり最後の一口を放り込んで考えます。ここら辺で新たな風を吹き込むため仕掛けをつけずに月光強し15尺、 4.5 メートルの竿をついていきます。上に桜の木があるので当たらないか確認しますが、音が鳴っている通り手を伸ばすと当たります。どうしたものか。ですが手前側をご覧いただくと分かりやすいですが、水が澄んできております。実際影響がなかったとしてもメンタル的な面で対策が必要です。当たって砕けるの精神で15尺やっちゃいましょう。その結果、当たりませんでしたが、当たりませんでした。何を言いたいかというと、浮きに糸ずれすら起こらないので、空振りすることもないため、桜の木に当たりません。正直、手前で引っかこうと思えば、10、20どころか100くらいいけそうですが、引っ掛けたいわけじゃないんですよ。あくまで餌を食べてもらって、その当たりを、合わせて釣りたいんです。いやー、本当にどうしたらいいのか。今日も2時間程度しか寝ていないので、こういう時は頭をリフレッシュするために仮眠しましょう。仮眠1時間、雑談1時間、夕方になる前に太陽が沈んで影になりました。しかし風も吹いてきたのでちょっぴり寒い。いい床休めになったと思って再開するも、やはり空振りか。いや、今のは幻覚だったかも。いただきます。はい、どうぞ。シュークリームいただきました。ありがとうございます。これで夕間詰め集中力が持ちそうです。ごちそうさまでした。でも集中力が続いても糸ずれに空振りに何もない。12尺からスタートして15尺、10尺、8尺、いろいろやりましたが餌を食わせることはできませんでした。アイスまんじゅうを食べて帰宅。おお、ワンドにいますね。なぜでしょう、気づいた時にはサヌマにいました。コロコロは楽ちんです。コロコロは非常に楽ちんです。コロ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 、よいしょ。もう花びらがだいぶ落ちちゃいましたね。今日こそ釣れますように、験担ぎの納豆巻きをいただき、ささみしそ巻き梅風味をもぐもぐ。梅としそが好きなので最高です。柏飯が九州の味と初めて知り、太陽でキラキラ輝いてるご飯をいただきます。仕上げにきつさは収まった花粉症の薬を飲んで朝昼ご飯としましょう。2日目、最初は8尺から入りました。というのもヘラブナは手前を回遊しているものの、全然はたいていなかったんですよ。ただまあ反応もなかったので、割と早い段階で竿を一気に伸ばして15尺。スレか、スレか、濁いのスレだ。なんだよ、入ったじゃねえかよ、濁いのスレかよ。
ケツ穴に、あ、お尻穴に、あ、なんで濁いのお尻に針がイン、お尻のスレでした。はい、ごめんね、ごめんよ濁いちゃん。人はそこまでいないので邪魔にならないよう左側に竿を置いて発射区に戻して空振り。逆に18尺まで竿を伸ばしてみましたが、これまた魚はいるんですがスレでした。こう見えてこれ釣りを開始してから3時間が経っています。そのくらい今日は動きがありません。下針がスレてしまいました。これはヘラブラさんだ。やってしまった。この時期の釣りはすぐ時間が過ぎてしまいます。これも糸ずれ。48センチを食わせたよという方からお話を伺って釣り方を真似してみましたが、タイミングもありますからね。ものすごく集中して釣りをしていたら今までやったことのないミスに気づきました。見えないので終了でございますが、あっちのカメラが映っていないのは何時からだ。全然撮れてないけど今日も超頑張ってました。マジか。いつもなら録画が止まって数分、遅くとも10分以内に気づくんですが、浮きに集中しすぎてカメラの録画状況を把握できていませんでした。原因はモバイルバッテリーの残量不足。充電しきれていなかっただけならいいんですが、電池の劣化だとしたら買い替えです。またお金が飛んでいきます。それはそれとして、サヌマののっこみ、畑の2日目、3日目、4日目、これを見ましたが、3日目がピークで4日目の夕方には魚っ気がほとんどなくなっていました。まあ、いろいろな方が来ていたと聞いていますが、いやー悔しい。でもこれが春のヘラブナ釣りです。来年こそはやったります。帰りにセイコーマートのカルボナーラを食べてお家へ帰りました。家からサヌマまで片道約45キロ。初日は様子見だけでしたが、3日も通勤するとは思いませんでした下道で合計270キロ。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。